皆さんこんにちは。つながるラジオのお時間です。お相手は松山秀和です。どうぞよろしくお願いいたします。この後6時までの約30分間、最後までぜひお付き合いください。この番組はみんなとつながる広がるをテーマに、青森県の津軽からお届けしております。6月に入りまして、つながるラジオお届けしてまいりましょう。はい、ですね、6月、まあ中旬というかまだ初旬なのかな、初旬ぐらいですけど、今の青森県、私が住んでいる津軽地方はですね、梅雨入りはまだしていなくって、雨がね、やっぱ降る日ってすごく少ないなっていう印象ですね。降るでもすぐ止んでみたいな、なんか少しこう湿って終わるみたいなぐらいな天気でして、で気温はというとですね、かなり涼しいっていうか、まあ、過ごしやすい、ちょうどいいぐらいかな。朝晩は朝と夜ですよね、は結構寒くってですね、12度とか11度ぐらいまでしか上がってない日もあって、夜とかはですね、なので朝だけちょっとストーブつけたり、ちょっとエアコンの、暖房の方をですね入れたりっていう形で、長い時間をねつけてるわけじゃないんですけど、やっぱりひんやりした空気が夜とか朝、特に朝かな、漂ってますね。去年の今頃と比べてもなんとなくやっぱ肌寒いかなっていう感じがしますね。4月とかはですね、逆にものすごく暑くて、最高気温が25度とか27度とかですね、青森県でその4月それくらい気温が上がるっていうのはかなり珍しいんですけど、まあそういう日もあったんですよ今年。だから今年も暑くなるんだねなんてみんなで言ってたんですけどね、打って変わって、6月は非常に過ごしやすい、朝晩は少し肌寒い、そんな、青森県の津軽地方です。沖縄は梅雨入りしたのかな、ちょっと収録時点ではしてないかなっていう記憶なんですけど、でももうっていう感じですよね。まあ一番早く梅雨入りして、一番早く夏を迎える県になりますもんね。私たちは6月の末ぐらいまではこの調子だと入らないんじゃないかな、なんかそんな感じがしますね。はい、体調などお変わりございませんでしょうか。この番組はですね、メッセージもお受けしております。メールアドレスは797@fmginowan.com、すべて小文字です。797@fmginowan.com です。はい、ぜひお気軽にメッセージをお寄せいただければと思います。それでは今日も始めてまいります。この番組は青森県弘前市で創業46年、弘前アルミ証券の提供でお送りいたします。ガラスが割れてしまった、内窓をつけたい、玄関ドアをリフォームしたい、カーポートを設置したい、家の中に手すりをつけたい、お家の困りごとは何でもお任せください。この道一筋の職人が皆様のお悩みに寄り添います。今なら窓のリノベーションが補助金を使ってできる可能性があります。詳しくは弘前アルミ証券ホームページ、 Facebook ページからお問い合わせください。お届けしておりますのはつながるラジオです。お相手は松山秀和です。よろしくお願いします。はい、今日はですね、親っていうのはありがたいなぁとまあそういうふうに思ったことのお話をちょっとしたいんですけどね、5月の中旬ぐらいですかね、昼ご飯をですね、私両親ありがたいことに健在なんですが、
そうか、昼ご飯の前にか、まあ、父親がですね5月中旬ぐらいに、ちょっとですね重たいものを持ち上げた際にですね、まあ力を入れすぎてしまって、腰のですね、骨、腰椎っていうらしいですけど、腰椎の骨をですね、ちょっと骨折してしまったと。でやっぱり何ですか、腰っていうのは何するにも使うというかですね、まあ、歩くときも腰使うし、まあ、しゃがむ、かがむときも使うし、何か物を取ろうと手を差し伸べるときも使うしですね、まあ、使わないときの方が多分ないんだと思うんですよ。うん、で、腰折れたっていうのが最初、本人も気づいてなくてですね、まあその日はまああんまり何ともなかったというか、うん、でまあ次の日ぐらいからちょっとやっぱり違和感というか、やっぱり痛みが少し走り始めて、これやっぱおかしいぞということで、まあ行ったら骨折だったということでして、まあ人間っていうのはやっぱ骨折って診断をもらうとですね、やっぱり気持ちがやっぱ沈むんでしょうね。それまでは骨折してると思ってないから、何気に普通に動いたり、動こうとしたりしてたんですけど、やっぱりですね、そこは受け入れてしまうと、骨折って診断を受け入れてしまうと、なかなかやっぱ痛い痛い痛いと。まあ当然ですよね、折れてますから。っていう感じでですね、少し、寝たきりまでいかないんですけど、まあ日常生活サポートが必要だよねっていう今状態なんですよ。うん、で、まあ、骨なんでね、すぐにくっつくっていうことはまずないですから。で、年も年ですし、まあ、ちょっと先生にはゆっくり安静にしてくださいねって、絶対安静してくださいねっていうふうに、まあ、言われてるんですけど、全く動かないわけにもいかないですよね。トイレどうするのとかね、ご飯どうしようとか。やっぱり何かしらちょっと動かざるを得ない、場面っていうのはですね、生活の中にやっぱあって、でちょっと動いたりなんかしてたらですね、まあ少し、レントゲン取ったらまたちょっと良くないよって先生にもちょっと言われてしまったりっていう、まあそんな状態、が下手で5月中旬ぐらいだったんですよね。でまあ私と母親で、サポートしながらですね、まあ、完全介護みたいな感じではないので、まあ、ちょっと、低下したりとかですね、そういうぐらいのもんなんですけど、まあ、やっぱ心配じゃないですか。あれ、まあ、あれやこれやっていうことをですね、いろいろやってたんですよ。サポートしてましたと。で、まあ、うち家業があってですね、まあ、父親家業をまだやってますので、まあ、その家業の方がね、父親がちょっとそういう状態になったんで、他に受けてる仕事を、振り向けなきゃいけないと、いうことで、まあ、母親がまあ番頭みたいな感じですね、まあ、事務系を切り盛りしてるんですが、まあ、いろんなところにね、まあ、問い合わせしたりとか、まあ、父親がやっているようなことも母親が一手にこう引き受けなきゃいけなくなってしまいましたと。で、まあ、なおかつ、まあ、サポートもするし、家の家事もね、あるしっていう、そういう、まあ、いろんなことがちょっと重なってしまった疲れもね、きっとあったんだと思うんですけど、まあ、少しですね、調子が悪くなっちゃったんですよね。なんか、ちょうどそれが昼ご飯を、食べてた時なんですが、なんか、調子が悪いと。なんとなく胃がムカムカする気がするなんて言いながら、まあそれでもご飯食べたんですよね。で、ご飯食べ終わって、ちょっと横になるわっていうことで横になって、胃薬飲んでですね、ちょっと横になったら少し、まあ軽減したっていう、もうムカムカも軽減したから、あ大丈夫大丈夫なんてことを言ってたんですけど、また夕方になってきたらまた盛り返したみたいで、だん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 痛みがまた、この痛みがね、走ってくるような感じになったと。で、まあ、母親もね、あんまりこう、病院好きというか、まあ、みんな病院好きな人はあんまりいらっしゃらないのかもしれませんけど、まあ、病院に通うっていうことをね、あんまりこう、好きがらないというか、好みではない人で、
まあ、私ちょっと旗から見ててね、ちょっとそれおかしいんじゃないのっていうような雰囲気だったんですよ。まあいつもの雰囲気とはちょっと違うなっていうのをなんとなく感じておりまして、で時間見たら夕方6時ぐらいだったんですけど、まあ、平日の6時で病院って、まあ、この地方でやってるところって、まあ、ほとんどなくってですね、だいたい5時か5時半で終わっちゃうんで、まあ、6時ってなかなかないんですけど、ちょっと、まあ、私のかかりつけの先生にですね、いやちょっと母の調子がおかしそうだということで、どうも胃が痛いってキリキリ舞いの状態らしいというので、ちょっと早めに見てもらった方がいいんじゃないかということでお電話をしてですね、まあそれを伝えたんですよね、だからまあめちゃくちゃ快くですね、先生あいいですよって言ってくださって、まあ6時ちょっと過ぎぐらいにはなっちゃったんですけど、母をですね、まあ、無理くりまあ連れてってですね、まあ、先生の診察を受けたわけですよ、うん、で、まあ、その時に、まあ、母親が言ってたのは原因ですよね、あきっとこれは食あたりだと、まあ、この痛さっていうのは多分食あたりのムカムカ感みたいなのがあって、それが痛みになっちゃってんじゃないかと、で心あたりもあると、それ何って聞いたら、昼ご飯に食べたカレーパンじゃないかというわけですよ。まあカレーパン、ああまあ、うん、確かにカレーってね、火通してますけど、結構ご家庭でね作っても食中毒ちょっと注意しなきゃいけないよなんていうことよく言われてるじゃないですか、普通に常温でね保存しちゃダメよって、ちゃんと冷蔵庫に入れてなるべく早く食べようねみたいなことよく言われてる食品ですよね、だからまあ確かにちょっとカレーパンってありえんのかななんて僕も思ってて、で母親が、まあ、2個入りのカレーパンを食べてるんですけど、その包装紙、まあ、をまだ残ってたんで1個だけ食べてるんで1個残ってるんですよ。でそれをパッと見たら、まあ、冷蔵庫にね、まあ、僕ら入れてたんですけど、その包装紙を見たらですね、保存方法が冷凍庫になってるんですよね。冷凍庫だから本来は凍らせておかなきゃいけないものを、まあ買った時からずっとですね冷蔵してたんですよね。あ、これは確かにそうだなと、あ、これ食あたりだなって僕も思いまして、まあ、先生にもですね、いやちょっと恥ずかしいんですけどねって、ちょっとこれ実は昼にこれこれこうで冷蔵の、まあ、冷凍のパンを冷蔵に入れてて、そのカレーパンがねちょっとどうも怪しいんじゃないかと思っていて、まあ食あたりじゃないかと思ってるんですよねなんていうことを言ってですね、まあ先生もあそうかそうかっていうふうに言いながら、まあ痛み止めを打ってくださって、そしたらまあ落ち着いてきたんですよね、少し安静にって。で先生、まあ念のため点滴もねちょっと打っときましょうねっておっしゃってくださって、2時間ぐらいのですね点滴も打つことになってですね、母もまあ一安心、あこれで、まあ晩ご飯はちょっとあんま食べる気力なさそうでしたけど、まあこれで痛みもね収まってきたし、まあ2時間の点滴終わったらお家帰って早く寝ようねっていう、そんな感じだったんですよ、うん、でまあ僕は一回帰ってですね、うん、で普通に晩ご飯食べて、まあ、母親が2時間のですね点滴終わるのをですねちょっと待って、で夜になってから、まあ、9時ぐらいになっちゃったんですけどね、また病院に、まあ、先生のところに迎えに行ってですね、もう母を見たらまあまあすっかり、痛みも引いて元気になってですね、なんともないと、本当先生ありがとうございますっていう形で、感謝してですね病院を出て家に帰ってきたんですよ、うん、でまあ本当カレーパンには注意だねなんてみんなで話しながらですねもう10時近いからもう寝る準備してもう明日に備えようねっていう感じで、その日はそれぞれのね、まあ、部屋に戻っていったんですけど、次の日ですよ、
次の日のね、朝方も4時ですよね。朝4時ちょっと前ぐらいに、もう母親がね、僕も寝てたんですけど、母親が僕のこと呼ぶ声が聞こえて、なんか、最初夢かなと。夢見てて、その夢の中なのかなって僕も錯覚するぐらい、ほんとかすかにね、僕のこと呼んでる声が聞こえて、で、パッてなんとなく目覚ましたら、やっぱ確か呼んでるんですよ。で、ちょっと下にね、僕2階いるんで、下に降りてったら、もう母親がもうね、いや、すごい、まあ、苦痛の表情で、もうほんとただごとではないというか、もう前の日の、痛いっていう時よりも結構ひどい状況で、あ、これはちょっとおかしいぞと、もうさすがに僕も思って、救急車呼ぼうかな、そういうふうに思ってたら、いや、救急車も呼ばなくていいから、とにかく昨日行った先生のところにもう一度行きたいと。で、朝4時だけど、ちょっと頼むから電話してほしいってですね。まあ母親がそんなこと言うのはまずないっていうか、珍しいので、まあ僕もちょっと先生に問おうかなと思いながら、朝早くちょっとお電話を差し上げたらですね、まあ、先生も出てくださって、もうこれこれこうでちょっと母がちょっと昨日よりも痛がってますっていう状況なんで、ちょっと申し訳ないですけど見ていただけませんかってお願いして、快くまた受けてくださってですね、パーッとその病院行ったんですよ。で、まあ、痛み止め打ってもらって、まあ、痛み止め打つとね、やっぱ落ち着くんですよね。落ち着くんですけど、やっぱりちょっと原因がちょっとわからんと、これどうもカレーパンではないぞと、いうことで、いや、もう少し大きめの病院でね、レントゲンは撮ってくださったんですけど、レントゲンだけじゃちょっとわからないこともあるから、まあ、CT を撮ってもらいましょうっていうことで、少し大きめの病院に、行きましょうと。いうことで、その大きめの病院にですね、まあ、すぐに行きまして、で、そこでもですね、先生の診察いろいろ受けて、まあ、CT 撮ってくれたんですよ。そしたら、まあ、原因がはっきりしてですね、まあ、腸の方に、ちょっと、腸閉塞っていうんですか、腸のこうパイプがですね、ちょっとすぼまってしまってるよと、そこに、まあ、痛みが生じちゃってるね、みたいなことだったんですよね、原因が。で、まあ、即入院してくださいと、いうことで、まあ、母親がですね、まあ、その場で入院することになりました。で、私、まあ、記憶では、母が入院したことっていうのは、ないんですよね。記憶がなくて。で、父親が入院したことは、まあ、しょっちゅうあるんですけど、まあ、母が入院したっていうことがまずない。かったので、まあ想定してなかったというかですね、そんなことが起きるとあまり思っていなくて、何が大変かっていうと、その家の中のことですよね。で、僕ら男組はですね、まあ、家事、掃除機かけるとか、まあ、全くそう、家事をやらないわけではないんですけど、で、僕も一人暮らしとかね、まあ、離れて暮らしてた時期がだいぶ長かったですから、20年近くあったんで、まあ、ある程度のことできるんですけど、唯一できないのはね、料理なんですよね。もう料理で、まあ、なんとなしにね、その YouTube 見てとか、なんとなしに、それっぽいものっていうのは、まあまあできなくもないですけど、問題なのはね、これ父親でして、まあ父親ってのはね、こう母の味付けじゃないとなかなか、まあ馴染まないというんですかね。人が作ったものってなかなかこう、あんま食べたがらないというか、やっぱ母のものをずっと食べてることに慣れてしまっているっていうのがあってですね、やっぱ手をつけるものと、まあ食べるものと食べないもの結構あるんですよ。だからね、僕もそれがちょっとね、まあ、料理しないとね、何かしら作らないと、ご飯ありませんから、まあ、いろいろですね、ちょっと考えて YouTube 見たりね、なんか、ググったり何やかんやしてね、料理をね、一生懸命やったんですよ。これはね、いや、よくね、母が毎日言ってたんですけど、明日何作ろうかなとか、明日の昼何作ろうかなとか、
よく言ってたんですよ。で、僕らに聞いてきたりなんかしてね、何が食べたいなんて聞いてきたりしてたんですけど、まあ僕ら男組はですね、もう何にも、あ、何でもいいよみたいな、うん、何でもいいやっていう、もうそっけない返事しかしてなかったんですけど、いざ毎日の昼とか夜とか朝っていうその献立を考えるとなると、あ、これめちゃくちゃ大変ですね。いや、こんなに大変だとは思わず、もう一食食い終わったら次の飯のことを考え始めるというか、何作るんだったっけみたいなことを考え始めなきゃいけないっていうのが、まあこれは大変だなというふうに本当に思いました。いや、ずっとね、そういう母にだけ追わせていた僕らもね、ちょっと非常に悪いなっていう反省もあって、まあ、そこで初めて芽生えてくる、もう当たり前じゃないんだと、うん、で、やっぱ僕が作る料理なんてね、その母の味からするとほど遠いですから、もう、なかなかね、近づくにも近づけないし、で、何せ父親は腰折れてますからね、うん、僕料理だけ見てりゃいいってわけじゃなくて、まあ父のサポートもね、ちょっとだけしつつっていう風な感じで、家事もしつつっていう、あとは、会社のこともね、家業のこともやりつつになってしまったんで、まあね、結構やっぱ大変でしたね。だから結構反省多くてですね、まあ父がやってたこと、母がやってたこと、まあ、非常に大きかったなと。うん。もっとちょっと分担させなきゃいけないなというふうにね、すごく思いました。うん。幸いにもね、母は、一週間、ちょうど一週間の入院でですね、まあ、退院をすることができて、まあ、今は退院をしてきたんですけど、まあ、そうは言ってもね、まだまだ、まあ、全開っていう状況ではないので、少しね、割り振り見直さなきゃいけないね、なんて話も、今ちょっとしてる最中です。うん。まあ、人間っていうのはね、毎日、一日ずつ年取ってますからね、いつかは、まあ、そういう、ちょっとこう疲れちゃったとかね、体悪くなっちゃったって日がね、まあ、必ず来ますから、まあ、そういうこともね、ちょっと想定しておかなきゃいけなかったなって、すごく反省したとともにですね、あ、本当親ってのはありがたいねと本当親ってものはありがたいねと、まあ何でもかんでも言う、すごいやってくれてたわねっていう、まあ今年で反省もう非常にございましたという感じの一週間でした。はい、まあ、父はね、まだ骨折れたままなんで。はい、ということでエンディングの時間です。ね、本当、まあ、皆さんもね、親御さん、ご健在であればですね、本当に大事にしなきゃいけないですね。父の日も近いですし、母の日終わっちゃいましたけどね、まあ、母の日終わったから、もう母に感謝しないなんてことも別になくてですね、もう父にも母にもみんなに感謝していきましょうとそんな感じでございます。毎週日曜日5時半からはつながるラジオをお届けしております。YouTube とですね、こちらラジオ、YouTube でも配信しておりまして、YouTube はですね、YouTube の検索窓にカタカナでつながるラジオと入れていただきましたら、黒いアイコン、黒い白抜きでつながるラジオって書いている、チャンネル名が出てきましたらですね、そちらが、こちらのラジオの、YouTube チャンネルとなっております。過去のアーカイブ、そちらでですね、すべて配信しておりますのでですね、ゲストさんをですね、お迎えしたり、いろんなことについておしゃべりさせてもらってますんでですね、ちょっと興味あるよって方は、そちらもチャンネル登録とか、アーカイブ再生していただけたら嬉しいなと思っております。その YouTube 画面上にはですね、 QR コードを乗っかってまして、画面上の QR を読み込んでいただけましたら、私のお仕事のこととかですね、あとは毎日、ブログちょっと書いておりまして、今550日を連続毎日書いてるんですけど、550日をちょうど過ぎたあたりなんですけどね、550日分の、アーカイブもそちらで読むことができますのでですね、もしよろしければいいねボタンとかね、そんなのを押していただけたらすごく嬉しいなっていうふうに思います。はい、それではですね、また来週、日曜日5時半にお会いしたいと思います。
はい、それではまたお会いしましょう。ありがとうございました。失礼します。